youtube どうも、えー、東京ホテソの正吾です今回もドッキリでございます名付けて聖徳太子と曽我の馬子のエピソードが全部清潔って大切って感じだったらタケルは消毒大事と曽我の馬気論って突っ込めるのか <laughs> <laughs> 名作ですあの名作の予感がします 消毒大使と曽我のうま子のエピソードを例によってあのまた言いますホワイトボードを使ってそんであのいかに清潔が大事かっていうその傷ができたらすぐあのアルコール消毒しましょうっていう話をしますずっと <laughs> それで <laughs> その時に武尊は「消毒大事か」と「曽我のうまき論か」ってこう突っ込めるのかっていうやつなんですよこれは突っ込んでもらいたいこれ突っ込めたら多分今年 m は優勝するよマジで。 ということで皆さん検証結果お楽しみおいお客様に人間の出口を見せるなさあ始まりました東京デイソンのオフィシャルチャンネルよろしくお願いいたしますということで本日は魂の授業シリーズ番外編はいは卑弥呼の次に習う人物といったら誰ですかって話この方ですね 聖徳太子でございます。はい、もう、これは、もう知らない人いないよね。いないでしょう。うん、聖徳太子って、どんな人ですか。武尊さん。めちゃくちゃいっぱいの人の声が一斉に聞ける。まあ、そういう逸話だよね。うん、じゃ、何をした人って言ったら、出ますか、具体的に。単位十二回。ああ。まあ、それは出るよね。うん、じゃ、どういう人物かって出ますか。 ぐらいかなでもどういうことをしたかった人ってのは分かんないでしょ分かんないそれをちょっとね一から教えていきますなるほど、はい、聖徳太子そしてもう一人フューチャーしたい<う>蘇我の馬子でございますまあ蘇我の馬子こそ名前は覚えてるけどああ何をしたかは一ミリも覚えてないこの二人がねすごくいい関係性をしているので<う>この二人にフューチャーしてなるほど話していきますよわかりましたはい まず、聖徳太子っていうのは、これ皇族なわけですね。うん、あ、そう。なんだそっち系の、まあ、人ですね。うん、で、それからの僕は豪族でございます。豪族と。豪族って何が違う?。豪族っていうのは、まあ、まあ、その、まあ、天皇の関係です、ね。ね、豪族っていうのは、まあ、貴族に近いような。関係で,まあでも上流階級。階級であるんだけども、ね、そう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 、で、じゃ、あこの二人は、じゃ、どういう人なんですか?。仕事は何ですかというと。うん、飛鳥時代に生まれた、この皇族でございまして。推古、うん、天皇。 日本初のの女性天皇の補佐をしていた2人なんですよじゃあ聖徳太子の本名って何か分かりますかってことこれ聖徳太子ってのは別名なんですよ芸名みたいなこと、ね、芸名みたいなことですだから別名ってことを覚えてください馬宿の王っっていう名前だたじゃあ聖徳太子の思想ですね、うん、天皇中心の政治にしていきましょうよってことです 天皇をまあトップに置いて、うんえー、政治をこう転化していこうと。うん、じゃあソガの馬子はどうかというと豪族中心の政治を作っていけたらいいんじゃないかって逆じゃん。逆なんです。うん、まあでもまあ利害的にとりあえず今はこう手を組んでいこうかみたいな。まあだからどっちも優秀だからみたいな。で中がね悪いみたいなことをねよく言われるじゃないですか。違うんですよ。実はですよ。うん、マブ立ちだったんですよ。あそうなんだ。 これが面白いなんか喧嘩してるみたいな感じに書かれるけどそうじゃないんですよ、うん、この2人がねお亡くなりになられた後に、うん、中大のの王子がのイルカを打ったでしょ弟子同士が喧嘩しちゃって仲悪いみたいなそんなことないんですよ良いいかったんですよじゃあこの2人を語るいや飛鳥時代を語る上で何が一番大事だったかこちらキーズなんですよえどういうこと 切り傷はできました、うん、これでこの時代の人って死ぬんですよばい菌が入ってそう面白っだからそ,、ねね、そう、病気だ。健康っていうものをすごく大事にしなくちゃいけないんです転んだだけでももしかしたら危ないばい菌が入って,入ってそういうのを思って今から話を聞いてくださいそういう時代ですへぇー面白っ十七箇条の憲法知ってます はははいはいはい,、はい、これもなんか輪を持って尊すとかね、うん、仏教を大事にしましょうっていう憲法があるんですで3つ目天皇の命令を聞きなさいよっていう3つぐらいこれがまあ有名ですあの、歴史の授業でもテストでも出ます、うん、じゃあ10個目から何か皆さん覚えてますか覚えてないんですよ10個目以降全部薬のことです。 酒で消毒するしろとか薬はこうやって作りなさいとか、うん、薬はここから買いなさいとか、うん、そういう大事なことを10個,から10個目から全部そういうこと、うん、7個七個,個かそれぐらい大事なんです遣隋使を派遣しましたよね、うん、遣隋使の死因分かりますか中国行って殺される違います、うん、海で遭難する違います全部傷です例えばこの例えば木のささくれですよ そんなのでもそれですでもうないからアルコールとかガーゼとかがないからでここからバイキング入って腐っちゃって死ぬうんじゃって死んじゃうすごい時代だったんですじゃ簡易12回さっきタクルが言いました俺何がどうってのは覚えてないけどまああの位があるんですよね12個あるじゃ一番上の位んですか何のか分かりますかそう色で分かれてるんだよね金あお全然違う紫なんです ああ、紫なんだ。なんでか分かる?。知らない。毒だからです。へえ、面白い。一番強い毒ってねその、あの時代、毒が強かったから。だから、毒を一番上に置いたんですよ。じゃ、あ、その天皇は何色かわかりますか?。でも、毒に置くわけないよね。そう、薬ってのは何でできます?。何でできてます?。うん、だいたは。大概は。まあ、漢方とか。漢方、漢方ってのは。木の実と、そういうこと草ですよね。草。草かだから、緑なんですよ。 へっていうぐらい大事だこういう時代背景があったです傷があったって12回あって、うん、一番下が天皇ってこと天皇は12のよりも上なのああなるほどもうそこに収まってないよそれぐらい傷が命だった。 十人の声が聞こえた。まあこれ嘘なんですよね。まあなんかね、俺それも聞いたことある。史実っていうものはこれなんか難しいですな。この時代、飛鳥時代というのはやっぱ不衛生ですよね。はい。手を洗うっていう文化もないわけですよ。家帰ってきて掃除もしません。体をきれいにしません。耳も掃除しません。今きっちゃねえな。だからその当時の人って耳が悪かったんです。 あーつまりもんが耳くそだって、まあ、耳あがりです汚いしごめんなさいねめちゃゃめちゃくちゃいやでもそうなんですほんとこ,これ聞こえないわけよこの距離から「武けさん」って言っても「はい」みたいなああもうちょっと聞こえづらいってことねでも聖徳太子というものはこの憲法を作ったり清潔が大事かっていうものを説いてた人だから、うん、耳掃除をしていたんですよほうああなるほどねだから遠くから聞こえても「はい」って言うたのよ はい,は,いはい、はい。それが学校どんどん誇張されていって、まあ十人の声をバっとやっても。は、うん、い、ああ、そうですね。ああ、そうですね。っていう風に聞こえたという。うん、まあ、それが元です。まあ、だから、一般の人よりも、ちょっと良かったっ。良かったっていうことなんですよ。じゃ、あ法隆寺を作ったんですよ、ね。そうだね。これ法隆寺の意味知ってますか。作られた意味。知らない。病気平有です。 もう傷で多くの人が死んだから、うん、ここに行ったら病気だったりが治りますよってことで作ったと言われている。うん、なるほどね。でちなみにこの全部ですね、聖徳太子が全部やったと思いきや違いますよ。え？ソガのうまくも手伝ってますから。あ、そうか。2人で1つでやってるんですよ。ワットです。 そうのうまこを健康第一清潔第一ちゃんときれいにしましょう、うん、アルコール消毒しましょうっていう人だったんですよ <laughs> アルコール消毒松本酒でね,でね、うん、酒でねってことなんなじゃあなんで大河の会心が起きたのかっていうとなるほどこれ最後です悲しい話ですまあ蛇がいたんですわほ<う>聖徳太子がね、うん、噛まれるんですよ 子はですよ、うん、まあこのちっちゃいヘビだったらそんなすぐ手当てしなくてもまあそんな大事には至らないだろうっていう判断をして、はい、すぐ手当てしなかったんですよはいちっちゃくても毒あるヘビいるじゃないですかい<る>あれだったんですね、うん、で聖徳太子はなくなってしまうんですよえい。蛇がまれで蛇が なんんてことをしたんだ俺は、うん、っていうふうになるかと思いきや、うん、それが原因とは知らなかったんですよ。曽我のう馬子は普通に聖徳太子はなんか違う病気で死んだと勘違いしたんですよ。かまれたことが原因とは知らされずに生きてきたんです。はいはい、それを知った中の大江の王子と中富鎌足は菅野馬子の野郎を許せねえと。うん 俺らの師匠を見捨てやがって、消毒することがいかに大切かって、うん、解いてきたらお前、うん、ふざけやがってってことで、相我の馬の息子ですね、相我、うん、のイルカに対して仕返しだって。もうその時馬子はいないいないの、<ー>いないからイルカに対して俺やっつって、これが大化の改新だったんですよね。なるほどねこれね。まあ何が言いたいかというとですよ、うん、本当にその今こういう時代にね。 清潔な時代に生まれてよかったよねっていうそれを知らせてくれるいい時代の2人なんじゃないかなっていう素晴らしいじゃないの高橋、はい、さんどうでしたかいやマジで、うん、傷がどうたらとかっていう話は知らなかったから、うん、なんか面白いよね色が紫毒だからみたいなよかったこれは確かに面白いね響いた響いた <laughs> ということで魂の授業シリーズ以上ですありがとうございました ドッキリ大成功です <laughs> 何のドッキリか気づきますか分かりませんか何のドッキリでしょうか考えたまえ平民 <laughs> <Hey, S 2> よあああのスマブラかお前 何でしょうか散々言いました私くしはあじゃあヒン大ヒントもじってるぜこの2人を、はい、1098765432そんなことあるえそんなことある、はい、ちょっと待ってえ消毒大事正解だやばいって。 そんなのは消毒大事だよそんなのやばいってそんなのドッキリにしちゃダメだってそんなのはやばいと思う俺ドッキリだよいや俺そんなのはやばいと思うなんでそんなのはもうやばいと思うなんで俺はねそちらの見解は知らないけどそんなのはやばいと思うそんなのはあってはならないと思うあってはならねえかどうか知らねえんだよ俺はお前が言うか言わないかで判断してんだよ消毒大事との 蘇我の,のうま子5蘇我のうま子4蘇我蘇我 ?2 蘇我のうま子1はい出ませんはい終わりです正解は「消毒大事」と「蘇我のうまき論」かです無理よ、それはもう <laughs> 嘘だもん 嘘だもんその <laughs> <え>いやもう消束大臣もやばいけどでしたそれはもう嘘だもんその,そのもっと言うと俺,俺もし馬マキロンかの上がって、うん、これを言ったら俺はお前と結婚しようと思ったの何ソガーゼの馬マキロンかって言った無理よその <laughs> 俺を何だと思ってるんだよあり言えないじゃんか歴史習ったことある 消毒が消毒しましょうなんてそんなことは言ってなかったけど、はい、もう負けですあなた負けですあの皆さん本当にお見苦しい時間を、えー、お過ごしくださいませ、まあ、与えるな与えるな、はい、さらにこのドッキリはこのドッキリはどちらかが完全にバチコンって当てるまで終わりませんのではいまた続きますありがとうございましたチャンネル登録よろしくねおいビブラート侍か